こんにちは。ジェントトレーナーのディーテシューストアの石橋です。ディーテシューストアの森井です。これ春やん。はい聞こえないというクレームがありましたので、はい、主に身内からありましたので急に声張り出しますね。はい、はい、まあでも大事ですね。はい、はい、YouTube においても私生活においても、はい、声を張っていきましょう。はい、接客でもこのはずなんですけど、はい、そうですね、はい、なぜか YouTube では聞こえない。ああ、はい、まあまあ仕方がない、はい、設備が貧弱ですんで。なんでかわかんないです。なんかちょっとやけにアメカジな2人がお送りしております、はい、本日ですけれども、緊急告知でございます。10月21日、22日、23日、この3日間で、我々ディーテシューストアが西宮阪急に出張いたします。はい、もともとね決まってたイベントではありますね。はい、もともと我々チェントトレンタは西宮阪急の方でよくイベントをさせていただいております。だいたい3月とかですかねあたり、11月とかっていう年2回ぐらいのペースで西宮阪急でポップアップショップをしてるんですけれども、まあ、それのつながりがあって今回ディーテシューストアもお話をいただきました。形としては、外商特商会というふうにね名前打ってられておりますので、外商様のうちのまあ何名か限られた方にご案内が行って、そういう方にちょっとスペシャルな何かがありますみたいなイベントではあるんですけれども、まあ別になんかそういう専用のブースの中に行ってたりするわけではないので、阪急西宮の、靴コーナーのところですねの角のあたりに、場所を作りまして、ポップアップショップという形で物を持っていきます。で今回あれですね、修社員ギルドも来ますね。はい、そうですね、はい、万里くんが来てくれるということで、はい、修社員ギルドも来てくれて、終日無料磨きをしてくれるということです。はい、はい、磨きに来るだけでも来てください。はい、でメインとなってくるのは今回ちょっとサンクリスピンのねオーダーをちょっとメインにしたいなと思ってるんですけれども、こちらね我々のサンクリスピンなんで2回言ったんですか。分かんないです、はい、なんか2回言ってんなと思いましたけど、はい、突っ込んでくださいよ、そういうところへん。なんかいつ喋ったらいいか分からんから、はい、声張ることに集中しすぎて喋らんくなるやん。いや、というより、YouTube 撮ろうやって言われたらここの、なんですか、15分ぐらい前の話。いや、そのぐらいちょっとそろそろ慣れてよ、いつもそんなんやん、俺。いや、だっていつもあれじゃないですか、なんか数時間ぐらい空きあるじゃないとうとう数十分まで空きがなくなってしまったもん。なんかそのうち今からやるぞになると思うんですけど、はい、まあまあいいじゃないですか、はい、はい、まあ、でこういうふうにね、サンクリスピンの方から、まあ、革のサンプルとかも結構いっぱい実はねお店に届いておりまして、これを使った、オーダー MTO ですね、メイドトゥーオーダーというものです。モデルを選んでいただいてサイズ、革、種類であったりとか色であったりとか、まあ細かいところ言えばパターンだったりとかレザーソールの作り方だとか、まあ、いろいろ選べる、イベントになっております。まあ、こういうね MTO のイベントっていうことをさせてもらうのは今回初めてですので、はい、新しい試みになるかなと思うんですけれども、まあ、この期間限定でね、サンクリスピンの、メイドトゥーオーダーをお受けしようと思っておりますので、ぜひぜひ、注目いただければなと思います。はい、はい、商品は別にサンクリスピンだけ持っていくわけではなく、バーシュであったりとか、うちで限定でやっておりますねラズロであったりとかも持っていきますんで、そのあたりもご覧いただけるんですけれども、メインはこちらのサンクリスピン。特にねおすすめはやっぱり僕の履いてるこのサイドバーブーツですね。これはもう抜群に人気もありますしかっこいいので、はい、ただ彼が好きなだけなんですけど、ツッコめ言うと辛辣やな辛辣なツッコ入れてくるわ。ただお好きなものというのは基本的にあれじゃないですか、やっぱ力がこもる分、ね、そうですね、はいはい、おすすめっていう言葉には変わりはない。はい、森くんはラズロ好きですもんね。そうですね、僕は、まあ、ラズロ好きですね、はいはい、リンギャラッカーから派生してすごい感動したもう一つの靴っていう感じになってますんで、はい、そうですね、はいはい、森くんはラズロが好きで来てくれます。まあ、森くんと僕とで基本的に立とうと思っておりますので、はい、会いに来ていただけるだけでも嬉しいのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、もう一回言います。11月21日11月じゃない、10月21日22日23日金土日ですね、こちら、で西宮阪急で、
イベントをしておりますので、何卒ご来場のほどよろしくお願いします。お願いします。それでは。